衆議院予算委員会ではきょうから新年度予算案の実質的な審議が始まり菅総理大臣はこれまで中小企業の労働者のみを対象としていた休業支援金の対象を大企業の非正規労働者にも広げる方向で調整していると明らかにしました。特例的に対象者や期間を絞って休業支援金を大企業労働者に拡充することも検討してはどうかと考えますが。 大企業にあっても、休業手当を受け取りづらい勤務形態の方については、休業支援金の対象とすることとし、厚労省に検討を進めさせております休業支援金は、休業手当を受け取れない中小企業の労働者が直接申請できる制度ですが、大企業は対象外となっていました。これについて菅総理は 休業手当を受け取れなかった大企業の非正規労働者に対しても休業支援金の対象に加える方向で調整していると明らかにし厚労省に早急に対応させたいと述べました午後には野党側が質問に立ち一部週刊誌で報じられている菅総理の長男らから過剰な接待を受けたとされる総務省幹部を参考人として出席させて徹底追及する構えです